平野翔とクレバが夢の共演 2024FNS 歌謡祭夏で何が起こるのか生放送で奇跡の共演 No. アンダーライン愛とクレバが音楽の新境地を切り開く 2024FNS 歌謡祭夏の開催が目前に迫り多くの音楽ファンが心待ちにしています今年の出演者ラインナップは特に豪華で特に注目されているのが No. アンダーライン愛 ナンバーアンダーラインアイとクレバのコラボレーションです彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか期待が高まるばかりですナンバーアンダーラインアイのリーダー平野翔は以前からクレバに憧れており今回のコラボレーションは彼にとって夢の実現です彼のファンもこのニュースを聞いて大いに盛り上がっていますクレバは日本のヒップホップ界で確固たる地位を築いており その音楽性とパフォーマンス力は折り紙付きです。彼とナンバーアンダーラインアイが一緒にステージに立つことでどのような化学反応が生まれるのか誰もが興味津々です 2024FNS 歌謡祭夏は生放送で行われ3時間半にわたる熱いパフォーマンスが繰り広げられますスノーマンの新曲初披露中島健人と東方神起のコラボレーションなど他にも見どころが満載です しかし、ナンバーアンダーライン愛とクレバの共演は特に注目されるポイントであり、その期待感は日に日に高まっています。平野翔が憧れのクレバと共演するというニュースは、多くのファンにとって大きなサプライズでした。ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性と才能が、クレバの独特なスタイルと融合することで、これまでにない新しい音楽体験が生まれることでしょう。ファンの間では、 どの曲をパフォーマンスするのか、どんな衣装で登場するのか、といった期待が膨らんでいます。n o ー l i n e I はそのデビュー以来、瞬く間に人気を集め、多くのヒット曲を生み出してきました。彼らのパフォーマンスは常にエネルギッシュで、観客を魅了します。特に平野翔のカリスマ性は、ステージ上で一際輝きを放ちます。彼のダンスと歌唱力はファンのみならず、 音楽業界でも高く評価されています一方、クレバはそのラップスキルと独創的な音楽センスで知られています。彼のライブパフォーマンスは常に観客を引き込み、その場の空気を一変させます。ナンンバーアンダーラインアイとクレバがどのようにお互いの強みを生かし、新しい音楽の可能性を探るのか、そのプロセス自体が興味深いものです。音楽番組での共演という形で、 ナンバーアンダーラインアイとクレバが初めて一緒にパフォーマンスを披露することは彼らにとってもファンにとっても記念すべき出来事です多くの視聴者がこの瞬間を見逃さないようにと放送開始前からテレビの前にスタンバイすることでしょうさらにテレビだけでなくオンライン配信などを通じてより多くの人々にこの特別な瞬間が届けられることも期待されます音楽の力は 時に言葉を越えて人々の心に直接訴えかけます。No. アンダーライン・アイとクレバの共演が、視聴者にどのような感動をもたらすのか、それはまさに音楽の魔法と言えるでしょう。彼らのパフォーマンスが成功すれば、今後さらに多くのアーティストがコラボレーションを模索し、新しい音楽シーンが生まれるきっかけとなるかもしれません。また、No. アンダーライン・アイとクレバの共演は、 彼ら自身のキャリアにも大きな影響を与えることでしょう。平野翔にとって、憧れのアーティストと一緒にステージに立つ経験は、彼の音楽活動に新たな視点と刺激をもたらすに違いありません。同様に、クレバにとっても新しい世代のアーティストと共演することで、新たなインスピレーションを得ることができるでしょう。ファンからの反響も非常に大きく、 SNS ではナンバーアンダーライン愛とクレバの共演に関する投稿が相次いでいます夢のような共演絶対に見逃せない早く7月3日が来てほしいといったコメントが飛び交い彼らのパフォーマンスに対する期待感がひしひしと伝わってきますこのようなファンの熱意と期待がアーティストにとっても大きな励みとなることでしょうさらに 2024FNS 歌謡祭夏の他の出演者も非常に豪華で 多くの名曲曲や新曲が披露される予定ですスノーマンの新曲初披露や中島健人と東方神起のコラボレーションなど見どころが盛りだくさんですそれぞれのアーティストが持つ魅力が存分に発揮されるこのイベントは音楽ファンにとって一年で最も楽しみな瞬間の一つです特に今年の FNS 歌謡祭はこれまで以上に多様なジャンルの音楽が取り上げられ 幅広い視聴者層に訴求する内容となっています若者から大人まで誰もが楽しめるプログラムが用意されておりその中でナンバーアンダーラインアイとクレバのパフォーマンスがどのような位置づけになるのかも見逃せません音楽は人々をつなげる力がありますナンバーアンダーラインアイとクレバが共演することで彼らのファンだけでなく異なるアーティストのファン同士も新しいつながりを見つけることができるでしょう このようなコラボレーションは音楽業界全体に新しい風を吹き込むだけでなくファンのコミュニティをも活性化させる効果がありますさらにこの共演をきっかけに新たな音楽プロジェクトが生まれる可能性もありますアーティスト同士の交流が深まることで新しいアイデアやコラボレーションが生まれ今後の音楽シーンにさらなる発展をもたらすことが期待されますナンンバーアンダーラインアイとクレバの共演が 単なる一夜限りのパフォーマンスにとどまらず長期的な影響を与えることになるでしょうそしてファンの一人一人がこの共演に対してどのような感想を持つのかも興味深いところです彼らのパフォーマンスがどのように受け取られどのような影響を与えるのかその反響を見守ることも大切です音楽は個々の心に響くものでありそれぞれの感じ方や受け取り方があるでしょう 今回の FNS 歌謡祭は、ナンバーアンダーラインアイにとっても、クレバにとっても、大きなステップとなるでしょう。彼らの共演がどのような未来を切り開くのか、そしてどのような新しい音楽の可能性を示してくれるのか、その答えは7月3日のパフォーマンスにあります。視聴者として、その瞬間を目撃することができる幸運を感じつつ、彼らの成功を祈りたいと思います。7月3日の夜、 私たちはテレビの前で 2024FNS 歌謡祭夏の放送開始を待ちわびることでしょう。ナンバーアンダーラインアイとクレバの共演がどのような形で実現するのか、その瞬間を目撃する準備は整っています。音楽は人々の心をつなぎ、感動を共有する力があります。この夜、私たちはそれを実感することになるでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人が持つ個性と才能がクレバの独特な音楽スタイルとどのように融合するのかその答えはステージ上でのパフォーマンスに現れるはずですファンは彼らがどの曲を選びどのような演出で魅了するのか細部まで目を凝らして見守ることでしょう音楽番組の生放送という特別な舞台で彼らがどのようにその瞬間を作り出すのか その過程を一緒に楽しみたいいと思いますまたこのような大型音楽番組はアーティストにとっても一つの挑戦です限られた時間の中で自分たちの魅力を最大限に発揮し視聴者の心をつかむことが求められますナンバーアンダーラインアイとクレバはその期待に応えるべく入念な準備をしてきたに違いありません彼らの努力が実を結び 素晴らしいパフォーマンスが披露されることを願っています最後にこのような特別なイベントがもたらす感動は私たちの生活に彩りを加え日常に新たなエネルギーを与えてくれます音楽を通じて共有される喜びや興奮は何者にも変えがたいものです 2024FNS 歌謡祭夏が多くの人々にとって素晴らしい思い出となり ナンバーアンダーライン愛とクレバの共演がその中心に輝くことを期待しています。